どうも、石田です。さあ、研修医生活106日目。この日は9月8日。この日の模様をお届けしたいと思います。さあ、研修医生活106日目。この日は9月8日です。今僕は膠原病内科というところを回ってます。いつもカルテ見て患者さんのところに行って診察して、またカルテ書いてっていう形の業務の他に、毎週水曜日は病棟カンファレンスってのがあるんですね。これがすごくいいなと思ったので、今日はこの病棟カンファレンスの内容をお伝えしたいと思います。カンファレンスってのは何かっていうと、会議っていうんですね。なので集まって会議をする。この病院の中でカンファレンスってのは結構あるんですよ。今受け持ってる患者さんがどんな患者さんかっていうのを発表して、治療方針をみんなで決めるっていう形で、カンファレンスをする機会っていうのは結構たくさんあるんですね。ただこの病棟カンファレンスっていうのは何かっていうと、そのいつものカンファレンスとは違います。病棟カンファレンスっていうのは入院している建物、すなわち病棟で行うカンファレンスのことです。いや、場所が違うだけじゃと思うかもしれないけど、場所が違うだけじゃないですね。このカンファレンス何が違うかっていうと、出席する人がいつもと違います。通常のカンファレンスっていうのは医者だけでやるんですけど、この病棟カンファレンスっていうのはお医者さんと看護師さんが一緒になってカンファレンスを行うんですね。で、夕方の忙しい時期にやるので、なんかこう椅子に座って、じゃあ次の人みたいな形じゃないんですよね。みんなが立ち上がって、気になる患者さんだけ看護師さんが、この人どうなってますか、どういう予定ですかみたいなのを聞いていって、お医者さんがバッと答えるみたいな感じで、しかも看護師さんってみんなずっといるわけじゃないんですよね。やっぱ忙しいので、看護師さんってチームに分かれてるんですよ。僕の病院では A チーム、 B チーム、 C チームみたいな、まず A チームとお医者さんで、 A チームの人がこういうの患者さんどういう状況ですかみたいなのを聞いて、お医者さんが答える。で、その A チームのカンファレンスが終わったら、今度 B チームの人が入ってきて、何々さんどうですかみたいな感じでこう答えて、でそれが終わったらまた C チームが来てみたいな形で、すごく効率化されたカンファレンスだなと思います。ずっといるっていう形じゃなくて、自分が関係ある人で気になる人に関して聞いて、連携を取って聞けたら解散みたいな、ね、仕事に戻るみたいな形で、これがね、病棟カンファレンスです。で、これやってみたものはいいなと思いましたね。やっぱり医療ってチームでやるものなので、お医者さんだけがやってもいけない、看護師さんだけがやってもいけないと思うんですよね。きちんと医師と看護師で連携を取ってやるっていうのは、今もう研修生活始まって6ヶ月目なんですけれども、決まった時間に会って話するってなかなかなかったので、というか初めてだったので、この病棟カンファレンスっていいなっていうふうに思いましたね。確かに病棟カンファレンスっていいですねと思った方はね、ぜひ高評価教えていただけたら大変嬉しく思います。また石田の日テレではこのように僕の研修医生活の動画をお届けしております。またチャンネル登録してないよって方は、この機会にぜひチャンネル登録していただけたらと思います。また各種 SNS、Twitter、Facebook、Instagram も更新しております。概要欄の方にリンク貼っておきますので、よければぜひチェックしていただき、フォローしていただけたらと思います。特にね、Twitter の方頑張って更新しておりますので、ぜひね、覗いていただき、フォローしていただけたら大変嬉しく思います。はい、ということで本日は研修医生活106日目、9月8日の模様をお伝えさせていただきました。毎週水曜日はね、僕が回っている膠原病内科では、病棟カンファレンスってのがあって、看護師さんとお医者さんが連携をとっているという話をさせていただきました。やっぱり、ね、一人の力でできることって限られているので、みんなで力を合わせてやっていくと大きな力になるので、いろんな職種の人が意見を交換できる機会っていうのはすごく貴重だなと思いましたね。他の科でもね、ぜひ導入したらいいんじゃないかなと思った病棟カンファレンスのお話でした。今日はね、白衣を着て病院の中で撮影してますね。こんな感じでね、いつも仕事頑張ってます。はい皆さんもぜひ勉強に仕事に頑張ってください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。See you next time. チャンネル登録はこちら。チャンネル登録はこちら。チャンネル登録はこちら。